灼熱の砂漠、極寒の雪原、非常の海、危険だらけのジャングル、無重力の宇宙、迫り来る命の危険。このような状況下で生き残るために進歩してきた科学技術、現代の脅威。今回のテーマはサバイバル技術。有史以来、寒さは兵士たちの大きな敵でした。紀元前200年、カルタゴの将軍ハンニバルは吹雪のアルプスを越えようとして5万を上回る兵士と象を失いました。その2000年後にはナポレオンの軍隊がモスクワからの退却途中、50万人の兵士を失っています。またヒトラーの軍隊もロシアの冬に行く手を阻まれ、最前線で10万人の兵士が凍傷に苦しみました。アメリカ軍にもまた同様の経験がありました。第二次世界大戦の間、およそ9万人の兵士が凍傷にかかっています。朝鮮戦争でも同じく大きな被害を受けました。あれは朝鮮戦争に参戦した最初の冬のことでした。北朝鮮のチョサン湖へ進軍した時、全く信じられないくらい気温が低かったのです。その時の戦いで約1万人が凍傷にかかるという被害が出てしまいました。しかし寒さを見事に克服した例もあります。北米大陸の最北端部に住む先住民のイヌイット族です。彼らは1年のうちわずか数ヶ月間しか日のささない極寒の地で、そこに住む動物を捕らえながら1万5000年以上を生き抜いてきました。逆に言えば、生き残るための生活様式と技術を見出すしか方法がなかったのです。動物の毛皮で衣服を作り、毛の間に空気を閉じ込めることで寒さを防ぎ、またその動物の肉を食べ、十分な脂肪を摂取して体温を維持したのです。彼らの食料といえば肉と脂肪とわずかな野菜だけで、煮炊きした肉をアザラシの油に浸して食べていました。最初に北極圏にやってきた白人の探検家たちはイヌイット族と同じものを食べようと努力しましたが、消化することができず、結局自分たちに合う食料を持ち込まざるを得ませんでした。どこにいてもバランスのいい食事ができるのがこの携帯食です。火は必要ありません。水だけで温かい食事が取れるのです。これは調理済みの食事パックで、マグネシウム板を入れた袋に入れてすぐに温めることができます。パックをマグネシウムの袋に入れ水を流し込みます。すると発熱が起こり、蒸気が発生してパックを温めます。この調理方法は一般の食品にも利用されており、その場合水さえも必要ありません。パックの紐を引くと中の水の袋が破れ、数分間待てば温かい食事を食べることができるのです。雪と氷と空と水だけの世界に生きるイヌイット族には目を守る必要性がありました。このような場所ではあらゆる角度から差し込んでくる紫外線で目を痛めてしまうのです。この問題を解決するために作られたのがこうしたアイマスクで、木や動物の骨、皮などが使われました。これを目に当て、細い切れ目から外を見ることで網膜に差し込んでくる光の量を調整したのです。現代のサングラスはずっと進んでいます。レンズに色をつけたり偏光ガラスを使うといった技術を採用することで、目に入る光の量を減らしているのです。最も眩しいのはハイウェイや湖などの平面にぶつかって反射する光のうち、水平状態で向かってくる光線です。そんな時、目に入る光の量を調整するのが偏光サングラスです。
偏光レンズは微細なフィルターを作り出す化学薬品をコーティングして作られます。このレンズは水平に向かってくる眩しい光を遮断し、垂直の光だけを通過させるのです。白人の探検家たちは北極圏に進行していきながら、確実にサバイバルのテクニックを身につけていきました。1940年代にテレビの気象情報で気温と風が連動して起きる風速冷却という言葉がよく使われましたが、これは陸軍のポール・シプル少佐が南極大陸の探検時に使った言葉です。風が冷却に与える影響を調べるため、シプル少佐たちは食料用のブリキ缶に水を満たし屋外に置いて実験しました。気温の低下で水が凍り、そこに風速が影響して凍る速度が早まる状況を計測することで、人間が気温と風速によって感じる不快感を計算する公式を見つけ出したのです。例えば裸の人間を自然の環境の中に置いたとします。その時風がなければ人間の体の周りには空気の層ができ、それが断熱効果を生み出すことになります。しかしそこに風が吹いて体に当たると空気の断熱層がなくなってしまうのです。このような風速冷却は人間の体にとって大きな恐怖となりますが、皮膚の周りの断熱層を保護するための衣服をまとえば簡単に解決することができます。防風防水機能を持った合成繊維ゴアテックスもそのような時に役に立つ繊維の一つです。通気口は水滴の2000分の1という小さなもので、風や雨を防ぐと同時に人間の体から出た汗をその通気口から外部へ発散させるという機能も持っています。寒さにさらされた結果起こる恐ろしい症状の一つに凍傷があります。18世紀以来ロシアの軍部は凍傷の問題を重視し、兵士に一サイズ大きなブーツを支給してその中に藁を詰めることができるようにしました。凍傷とは細胞の凍結です。体の先端部が熱を失うと皮膚組織の水分が染み出し細胞は収縮を始めます。さらに温度が下がり続けると細胞は凍結してしまうのです。爆弾を抱え込んだようなものです。そして爆発すると組織が崩壊し、特に小さな血管が失われてしまいます。血が先端まで回らないのです。しかし凍傷は人間が生き残るために体を守ろうとして間違って引き起こしてしまう症状なのです。寒さにさらされると人間の体は先端部を犠牲にしても体の中心部を守ろうとします。先端部への血流を止めてしまい中心部へ向かって流れます。そちらの血圧を優先してあげるのです。水泡ができる程度の凍傷なら治りますが、組織内部が凍結してしまった場合には指先を失うことになります。どのような段階であろうと凍傷の最良の治療方法は患部をお湯に浸してもう一度温めることです。もちろんそのような状態に陥らないよう予防することが大切です。極寒地域での活動に携帯用回路は必需品です。携帯用回路の使い方は実に簡単です。とても軽く揉むだけで発熱し、手袋の中にも入れることができます。これらの製品には2種類のタイプがあり、一つは袋を破って中身を空気に触れさせるだけで発熱する使い捨てタイプのものです。もう一つは反復使用ができるタイプで、中の金属触媒が液体を固体に変化させる仕組みです。この時発熱が起こるのです。極寒の地ではサバイバル技術の優先順位も重要です。厳しい寒さに遭遇した時まずやることは身を隠す場所の確保で、次が水を手に入れることです。例えば北極には氷や雪はたくさんありますが、飲める水にするためにはまず溶かしてさらに温める必要があります。居場所と水の次に必要になるのが救助信号の発信です。火はとても有効です。しかし雪の中であれば、逆にその中で目立つ木や枝などを使う方法があります。それを雪の中に敷き詰めれば信号代わりに使えます。
最も新しく高度な技術を駆使した捜索救助信号は携帯用のレーザー機器です。価格も安く、昼も夜も使用可能で、円筒形のレンズを使って人の目にも安全な細い光線を発射します。飛行機から行方不明者や怪我をした遭難者を探すときに使うこともできます。海で遭難して漂っていてもグリーンの光を発射しますから、パイロットが発見してくれます。レーザーが遭難者の反射板に当たると明るく光ります。また地上から光線を発射し、救助に来た飛行機に合図を送ることもできます。1万2000キロ上空のジェット旅客機からでも見える信号はこれくらいでしょうね。極寒の地でのサバイバルに水は不可欠ですが、時にはこの水が敵になることもあります。次は海でのサバイバル技術を見てみましょう。深い海は危険をはらんでいます。2000年8月に沈没したロシアの原子力潜水艦クルスクもその犠牲となりました。アメリカ海軍でも1960年代初め、潜水艦フレッチャーが試運転中に沈没したことで、議会は海軍に対して閉じ込められた潜水艦の乗組員を救助するための包括的なサバイバルシステムの開発を命じました。その結果、アバロンとミスティックという全長16メートルの救助用潜航艇、通称 DSRV が生まれることになりました。1970年代のアポロ計画の宇宙技術を応用して作られたもので、現在も活躍しています。アバロンとミスティックは約30年間活躍しています。我々海軍はこの30年の間に、この救助艇の捜索や救助、またソナー技術に関して様々な改良を加えてきました。 DSRV は連絡を受ければ世界中のどこへでも運ぶことができ、600メートルの深さの潜水艦まで到達することができます。3つの鋼鉄製の球体から構成され、先細になったファイバーグラスの船体でつながれています。先頭の球体は操縦士と副操縦士、それに電子機器のスペースです。2番目と3番目の球体は2人のクルーが管理し、3番目には遭難した乗組員を24名まで収容できます。沈没した潜水艦は必ずしも水平な状態で着地しているとは限りません。もし45度の角度で横に傾いていたり、あるいは縦になっていても、 DSRV はそれと同じ角度で潜水艦に近づき、脱出用ハッチに固定させることができるのです。そしてハッチ同士を接続して乗組員を救助します。今後開発される救助艇はどのような姿に変わっていくのでしょうか。今海軍では海上からでも操作できるような救助艇を開発している最中です。海上から操作するため、潜水艇の操縦士は一人になりますが、沈没した潜水艦とのハッチの接続はより簡単になる予定です。ハッチに接続する部分の角度が自由に変えられるようになっています。油圧装置で作動します。これによってハッチ同士を結合するわけですが、救助艇の角度は水平のままです。一見未来の宇宙飛行士が着る宇宙服のようですが、潜水艦の救助に使われる潜水服です。これで600メートルまで潜れます。まずは沈没した潜水艦のそばまで行って状態を調査することになります。これは小型潜水艦とも言えるほどの機能を持っています。ダイバーはサドルのような椅子に座り、足元のペダルで方向自在の各種スクリューを操作します。
もちろん垂直に潜ったり上昇したりすることも可能です。また急激な気圧の変化による減圧症を防止するため、内部の空気は常に一定に保たれています。減圧症はスキューバダイバーがよく経験する症状です。ダイバーが降下すると、水圧によって呼吸した時に通常よりも速い速度で気体がダイバーの体内に吸収されます。問題は目的地まで到達してそこから水面に上昇する時です。ゆっくりと上昇すれば気体は体から出て行き、余分に吸い込まれた分もそのまま排出されます。しかしダイバーが急に上昇し体内の圧力を急激に減らしてしまうと、ダイバーの体内で気体が血液中の泡となってトラブルを引き起こすのです。1世紀以上にわたって使われてきた対処法は、上昇時にダイバーを減圧室に入れる方法で、これは1800年代、イギリスでテムズ川やイーストリバーのトンネル工事の作業員のために開発された技術です。彼らは水中に潜ったわけではありませんが、地下で高圧の空気を吸い込み、結果血液の中に窒素を溶け込ませていたのです。現代では持ち運び可能な減圧装置が減圧症の治療に使われています。2人で運べるほど軽いネット状のベルトにくるまれたポリウレタンの気密式のバッグで、端にはアルミの蓋がついています。ダイバーがバッグの中に入ると潜っていた場所と同じ値まで圧力を上げます。その後ゆっくりと減圧しながら体内の余分な気体を少しずつ排出していくのです。そしてさらなる治療が必要になる場合を考慮して病院へ運びます。サバイバル技術は海底での救助に限らず、海上での救助活動にも貢献しています。1912年4月12日、タイタニック号が氷山に衝突し、1500人の犠牲者が出ましたが、最大の死亡原因は溺死ではなく低体温症でした。いわゆる低体温症とは、その人が置かれた環境によって人間が作り出すことのできる以上の熱が奪われる場合に起こる症状のことを言います。体の中心部の温度が低下すると体の感覚が麻痺し、さらに下がるとやがて昏睡状態に陥ります。タイタニック号の場合、犠牲者は海に入って1時間以内に死亡しています。もし今再建造されるとしたら、近代的な救命ボートを装備するはずです。ボタンを押すだけでチューブ型の脱出スライドにつながった救命ボートが海に投げ出され、着水と同時にボートと脱出スライドが膨張し、乗客は外界とは遮断された状態でボートに乗り移ることができるのです。また冷たい海に投げ出された時、体温を保つためのスーツも開発されています。1920年代末、アメリカ海軍はパイロット用に救命スーツの開発を始めました。しかし今のように機能的になったのは第二次世界大戦後です。これはマスタング社のイマージョンスーツで、ジッパーも縫い目も水を通さず、フードとマスクがついています。さらに必要な時に膨らむ浮き袋もついていて、冷たい海での遭難に有効な最新型の製品です。海でのサバイバルはいかに水を肌から遠ざけるかにかかっていますが、ジャングルではいかに昆虫から肌を守るかが重要になってきます。次はジャングルでのサバイバル技術です。ジャングルは毒を持つ昆虫や過酷な暑さ、生い茂る草木など人間にとって非常に厳しい環境です。ジャングルで生き残るには知恵とテクニックが必要ですが、最も効果的な技術のいくつかは遥か昔に考え出されています。フィリピンのスービック海軍基地では、何十年にもわたってネグリート族がジャングルでのサバイバル技術を教えていました。古代のピグミー族の血を引くネグリート族は、ジャングルで食べ物や武器や薬を見つける方法を学びながら生きてきました。彼らはアメリカ兵に
木をこすり合わせて火を起こす方法を教えました。また毒蛇の毒を消す草のことも教えました。ジャングルには竹が多く、これを利用すれば簡易テントができ、水筒にもなります。ジャングルでの大きな問題は、人間を死に至らしめる伝染病マラリアを媒介する蚊がいることです。蚊に刺された時、血液に注入される微細な原虫によってマラリアを発病することが1800年代末に分かりました。パナマ運河の建設中、医師たちは蚊の繁殖地を一掃すれば被害を抑えられることに気づきます。第二次大戦中、太平洋のアメリカ軍にとってマラリアは日本軍に次ぐ2番目の敵だと言われました。そこで南太平洋に侵攻した時には、戦闘と並行しながら蚊の撲滅プログラムを進められました。できる限り沼地の水を排し、 DDT が水たまりや現地人の家にまで散布されました。当時マラリアの治療薬はキニーネ硫酸塩しかありませんでした。キニーネは400年以上前、南米でキナの樹脂から発見され、以来原住民がマラリアの治療に使っていましたが、やがてイエズス会の宣教師たちによってヨーロッパにもたらされたのです。イギリスはキニーネをインドで大量に使いましたが、それはまたトニックウォーターの成分ともなりました。1930年代にはキニーネに代わってアタブリンが登場し、南太平洋でのマラリア感染を大幅に減少させることになります。しかし現代では副作用が大きすぎるとして使用されていません。その後多くのマラリア治療薬が開発されてきましたが、すぐに抗体を持つ変種が現れ、結局は蚊に刺されないようにするのが最善策ということになりました。ジャングルや昆虫の多いところで身を守ろうと思えば、衣類で体を包んでしまうのが一番効果的な方法です。手袋があればそれを手につけ、長袖を着ているのであれば手首まで下ろすのです。蚊のように死を招く恐ろしい害虫もいますが、中には食用になる昆虫もいます。ジャングルで怪我をして動けなくなった時、アリは有効な食料で、これはローテクサバイバルの一つといえます。ジャングルで横になって汗をかくと、多分たくさんのアリが寄ってくるはずです。アリを捕まえるのは簡単です。捕まえてもすぐに口に入れるのではなく、まず頭を指で潰しておいてから口に入れるのです。するとタルトのような甘い味がします。ジャングルにおける最も身近な危険は道に迷うことです。ジャングルの中を進むのであれば、事前に様々なことを考えておく必要があります。まず考えることはチーム全体の能力です。移動ができるだけの装備が揃っているかといった物理的な問題や、怪我人はいないか、コンパスがあるかも調べるべきです。北の方角が分かればそれを基準にして行動を起こせます。少なくともどちらに向かえばいいかは分かります。初期のコンパスは西暦100年頃中国で考案されました。当時中国では北を指す磁気素子として酸化鉄の鉱石が使われました。7世紀から12世紀の間にコンパスは磁気を帯びた針に変わり、船で多く使われるようになります。その後19世紀の終わり頃には液体を入れたコンパスが登場し、磁場を刺す時の針のブレを液体の圧力で抑えることができるようになりました。コンパスは何百年もの間サバイバルの必需品と考えられていましたが、それに代わるのが現代の GPS だといえます。グローバルポジショニングシステムの略称で、アメリカ政府が製造し管理している24の衛星を使って位置を測定するシステムです。レシーバーさえ持っていれば誰でも使え、地球上のどこにいても現在地を知る信号を受信できます。 GPS は1970年代初め、戦場の兵士や装備の位置を把握するため国防総省が開発したものです。
各衛星は約1万8000キロ上空の軌道を周遊しながら常に無線電波を発信しています。現在地を特定するには GPS レシーバーが少なくとも3つの衛星から信号を受信しなければなりません。複数の衛星から捉えた距離によってレシーバーの位置を計算するのですが、この時三角測量の計算方式を使います。 GPS の運行が開始され、2種類の信号が発信されるようになりました。一つが軍事用で、もう一つは民生用です。当時民生信号は国家安全保障上の観点からあえて100メートル以内程度の精度に抑えられていました。しかし2000年からはこの操作は廃止され、数十センチ以内の精度に改められました。ジャングルでのサバイバルでは自分の位置を知る必要があり、また他人にも知らせる必要があります。ジャングルでの救助はほとんどがヘリや飛行機によって行われるため、自分の姿が見えるようにしておかなければなりません。火の生い茂ったジャングルで役に立つのが406メガヘルツのエマージェンシーロケータービーコンと呼ばれる緊急用電波発信装置です。ビーコンは地球を周遊している衛星に向かって無線信号を送ります。これらの衛星は遭難救助システムの一部としてビーコンの信号を受信するため、さまざまな国際機関によって運営されています。ほとんどの飛行機や船舶が使用しており、遭難した時にはビーコンが自動的に作動するように設計されているのです。ビーコンのスイッチが入るとビーコン専用の認識コードとともに信号を送り始めます。衛星が直ちに信号を発見し遭難位置を特定します。また認識コードと登録データベースによって遭難したものを特定することもできます。そして遭難情報が救助機関へ送られるのです。ジャングルでのサバイバルでは空から見える位置にいることが重要ですが、砂漠で長時間にわたって太陽に身をさらすことは命の危険を意味します。次は砂漠でのサバイバルです。1990年8月2日イラクがクウェートに侵攻した時、アメリカはサウジアラビアの灼熱の砂漠地帯に50万人を超える軍隊を派遣しました。砂漠では何よりも水が一番大切です。砂漠での戦いで極度の緊張状態にある兵士たちは脱水状態であっても喉の渇きを感じることがなく、あまり水を飲みません。その結果起こるのが暑熱障害です。人間の体は最低でも1日4リットルの水が必要で、6、7リットルの水を飲むように兵士には指導しています。現代の一般社会の人々は相対的に水を飲む量が少なく、脱水気味と言えます。砂漠で良好な体調を保つには1時間に 1.4 リットルの水を飲む必要があります。湾岸戦争でアメリカ軍は1日に1500万リットルの水を消費しました。もし水がなければどのようにすればいいのでしょう。砂漠で水を見つけようと思ったら古い川の跡を探してそこを掘ってみるのです。その他にもやり方はあります。朝早くだと植物にはまだ水滴がついていますから、それを集めるという方法です。自分の足の周りに布を巻きつけて植物の中を歩いてそれを集めます。また夜靴下やシャツを外に出しておいて、それについた水滴を絞ってその水を飲む方法もあります。もし運よく十分な水が見つかったとしても、そのまま飲むことは勧められません。有害な微生物を取り除くために浄化や殺菌を行う必要があります。ジアルディアやクリプトスポリジウムです。水を浄化するためにはろ過用の装置が必要になります。例えばこれです。これは筒型のろ過器ですが、水を通す穴は 0.03 ミクロンかあるいはそれ以下でないと効果がありません。代わりにヨードやベタジンなどの薬品を使う方法もあります。水が飲めない原因は細菌や微生物だけではありません。塩分も大きな問題です。例えば海に囲まれている砂漠などの場合です。
1980年代に逆浸透機能を応用した塩分浄化装置が軍事用として開発されました。高い圧力をかけられた水が塩の分子を通さない薄い膜を通過する仕組みですが、その他にも細菌、ウイルスといった病原菌や微生物も取り除きます。飲み水となって出てくる量はわずか1割しかありません。こうして水を確保した後は、照りつける砂漠の太陽からいかに身を守るかが問題になります。その発祥を聖書の時代に遡るサウジアラビアの遊牧民ベドウィンは、生死を分けると言われた独特の衣装で有名です。重ね着をするその衣装が砂漠の厳しい暑さから彼らを守ってきたサバイバル技術なのです。あの長い衣装が一種の断熱材なのです。重ね着をすることでその中にいくつもの空気の層を作り、断熱効果を生み出して砂漠の熱を防いでいます。重ねる枚数が多ければ多いほど効果があります。湾岸戦争時のアメリカ軍の戦闘服はもちろんベドウィンの衣装とは異なるコンセプトに基づいて作られていました。重ねることで空気の断熱層を作るのではなく、ナイロンと綿を織った一枚の生地で逆に汗を発散しやすくすることによって涼しさを確保したのです。もし兵士が水を十分に飲める状態であれば、この戦闘服は砂漠では実に有効です。汗をかくことが最大の冷却方法となるからです。人体が熱を発散させるための面積は非常に大きく、普通の人で約30億の汗腺を持っていると言われ、そこから汗を出せるわけです。発汗は体を冷やしますが、その機能が十分に発揮できない場合もあります。例えばイラクの砂漠を走るエイブラムズ M1A1 戦車の中です。圧力釜の中にいるような状態では別の冷却方法が必要です。湾岸戦争で使われたのはマイクロクライメートという方式でした。戦車内の送風装置からベストの中へ冷風を送るというもので、これだと戦車の中にいる兵士一人一人がベストの下にエアコンを持っているのと同じことになります。このようにして戦車内の暑さを防ぐことにしたのです。このような冷却システムはもちろん誰もが使用できる類のものではありません。エアコンに慣れた私たちが生き残る道はあるのでしょうか。砂漠で道に迷ってしまったら、まず何らかの通信方法を探すことです。時間が経てば経つほど危険は大きくなりますから。日中なら鏡を使えば100キロ先からでも確認できます。夜なら等間隔に置かれた3つの焚き火が国際的な遭難信号になります。化学薬品を使ったケミスティックも有効です。グルコースの溶液がアルカリ性の溶液と混ざる時の化学反応で光を放つ仕組みになっているのです。数時間の継続発光が可能で、これを振れば数キロ先からでも確認できます。下手に動き回るのはよくありません。何より体力の維持に努め、頭を働かせることです。落ち着いて行動すれば必ず助かる道が開けます。砂漠では日差しを避けることが何より重要です。しかし地球を包んでいる大気がない宇宙では、太陽光を避けることの意味が違ってきます。次は真空状態の宇宙でのサバイバルです。宇宙での探査、特に火星で行われるような長期のミッションの場合、地球での生活に慣れ親しんだ人体にとっては過酷な環境条件との遭遇が待っています。太陽や宇宙からの放射エネルギー、微小な隕石、無重力状態など様々な問題に対処しなければならないのです。まず宇宙に飛び出すためには、燃え盛る炎を吐き出すロケットに乗って時速2万7300キロの速度に耐えなければなりません。初期の高高度飛行に挑戦した命知らずのパイロットワイリー・ポストは、
上空の低い気圧に耐えるための新技術が必要だと感じていました。そして1930年代初め、気圧を高めた最初のフライトスーツを作りましたが、空気を入れて膨らませると腰が曲げられなくなってしまいました。その後、マーキュリー宇宙計画のために高高度用の油圧服を改良した宇宙服が作られました。宇宙服は動きやすいように徐々に改良され、最終的には宇宙飛行士がかがんで月の石を拾えるまでになります。しかし、宇宙でのサバイバルには宇宙服や宇宙船の保護以上に重要な問題がありました。人間の体に大きな影響を与える無重力状態と宇宙放射エネルギーに対処しなければならなかったのです。我々人間は引力に対応すべく体のメカニズムを発達させてきました。無重力状態では引力による負荷がかかりませんが、それによって引き起こされる結果については大きな問題があったのです。長期の無重力状態が引き起こす問題は骨と筋肉の虚弱化です。人間は体重を支えて歩いたり走ったりすることで骨を再生させているのです。だから引力に逆行した動きは骨に負担を与えます。再生時、血液からカルシウムが取り出され新しい骨ができ、それまでの古い骨は然るべき過程を経て形を変え血液の中に戻っていきます。引力がゼロの場合、体にかかる負担はごくわずかです。その結果、骨は細くなり、加えて脆くなっていきますが、これと同じことが筋肉についても起こるのです。足の大きな筋肉も同じで、直立しているときに体を支えている筋肉がみるみるうちに衰退していきます。単に収縮していくというだけではありません。強度もなくなっていくのです。無重力状態の中で生活した場合、筋肉の方がより大きな影響を受けることになります。予防的な鍛錬をしなかった若い宇宙飛行士の骨や筋肉は、1年後には70歳前後の老人と同じになります。スペースシャトルや国際宇宙ステーション内では常に鍛錬を行わなければなりません。無重力の宇宙船ではランニングマシンを使うのも決して簡単なことではありません。ビルのガラス清掃員が使うようなベルトを体につけて、それを伸縮性のあるロープでマシンに固定し、体を押さえつけながらランニング運動をするのです。そのような努力をしても、その運動が骨に与える負荷の量といえば、我々が地球上で立ち上がったり歩いたりしてごく普通に動き回る時の運動量にも満たないほどなのです。トレーニングマシンを使って鍛錬する方法も完璧とは言えません。火星探査のように3年にも及ぶミッションが行われる頃には改善されているはずですが、今のところ薬を使う方法が有力です。骨が脆くなるのを防ぐために、我々が今考えている薬というのは、医学界が骨粗鬆症のために研究している薬と同じです。また SF の世界で登場する人工引力も候補に挙がっています。宇宙船を回転させることで、遠心力によって宇宙飛行士が引力の中にいる状態と同じ効果を得られるというものです。しかし、現実的には大きな宇宙船を回転させることは困難です。莫大な費用がかかりますし、大掛かりすぎです。それにいくつかの現実的な問題が無視されているという点もあります。しかしながら、宇宙船全体を回すのではなく、宇宙船の内部である一部分だけを回転させて、あたかも引力と同じような効果を出すという方法であれば、引力の代わりになるものとしてはかなり有効です。現在、遠心機を使って研究が行われていますが、地球の引力の代わりということではなく、無重力状態で刺激を与えるという考えで進められています。宇宙探査では、太陽や宇宙の放射線も深刻な問題になります。これらの過電した原子は弾丸のように人体に入り込み、細胞を傷つけ、結果、がんを発生させるのです。火星を目指すとき、宇宙で人類のサバイバルが成功するかどうかの鍵は、放射線の問題を克服することにかかっているのです。ここでも薬が有望視されています。女性の乳がんの治療に使われている薬が、宇宙の放射線の被害から宇宙飛行士を守ることになるでしょう。
また太陽の爆発時には宇宙船内の厳重に区画された小さなシェルターで放射線の嵐をやり過ごすことになります。この問題をより簡単に解決できるのは熟年の宇宙飛行士かもしれません。年を重ねた人が宇宙探査に出かけるのはそれなりの利点があります。というのは、がんの危険性は生涯の間に蓄積された放射線の量と正比例するからです。宇宙や過酷な環境で人類が生き残るための新しい技術は近年急速な進歩を遂げています。人間の目で見えないほど小さな分子や原子レベルの機械、いわゆるナノテクノロジーの開発が進んでいるのです。分子レベルの機械を作ろうとしていますが、どのようにやればできるかを現在研究しているところです。ある場所に存在する分子を取り出して、それを注意深く移動させ、必要な場所に正確に固定して、結果必要なものを作り上げる技術です。現在新開発の電子顕微鏡を使って原子レベルの工場を作る計画が進められています。この工場から作り出されるさまざまな超微細医療器具が人間の血流の中に入り込み、バクテリアやウイルスを見つけ出して破壊したり、損傷を受けた細胞を治療したりするのです。また人工血球である呼吸細胞はサバイバルに大きな役割を果たすことでしょう。呼吸細胞の考え方はとてもシンプルで、人間の体内には酸素を含んだ小さな球体があり、そのミクロ単位の物質が人間の循環機能に入り込んで活動するわけです。そしてこれが酸素を供給し、二酸化炭素を吸収するのですが、それと同じ働きをさせるのです。呼吸細胞を取り込んだダイバーは何時間も呼吸を止めることができるようになります。しかしナノテクノロジーは体内で活用されるだけではありません。例えばこれをサバイバルスーツに活用して、手袋をはめたように人間の体をぴったりと覆うことで、外界の暑さや寒さを遮断することができるのです。また動きに対するスーツの強度も高まります。より多くの環境に対応できるようになるのです。サバイバルスーツはその機能を使って環境が引き起こす影響を分析できるようになってこそ、その進化が発揮されるのです。人工血球が酸素を送り、超微細医療器具がバクテリアやウイルスを倒す技術も十分実現の可能性はありますが、実際に活用されるまでにはまだ数十年はかかります。人類は常に厳しい環境に遭遇してきました。どのようにしても克服できないケースもありますが、少なくともその中で生き残ることはできるのです。